況が整いました。本日はありがとう、拍手ありがとうございます。さあ本日はようこそナイトキッチンカーパーティーへお越しくださいました。さあただいまのお時間よりこちらの場所をお借りしまして、私バルーンパフォーマーレイによりますバルーンパフォーマンスショー、風船を使ったパフォーマンスショーです。短い時間ではございますが最後までお付き合いどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。さあそれではね、早速パフォーマンス始めていくんですけれども、私これが今日本日2回目のパフォーマンスです。1回目あちらの噴水のところでパフォーマンスしたんですけど、1回目見た人っていますか？お、え、本当に？ありがとう、ありがとうございます。じゃあじゃあ今ここで初めて見るっていう人、あ、初めての方もたくさんいらっしゃいます。ありがとうございます。さあ今からですね、この初めての方半分ぐらいいらっしゃいましたので、まず最初ですね、ショーを始める前にこちら水色の風船1本だけを使ってバルーンパフォーマンスショーの拍手のポイントを皆様に最初にお伝えしておきます。1回目見た人はおさらいです、思い出してください。さあ今からこの水色の風船を使って犬のプードルを作ります。普通に作っても面白くないので、今日はなんと背中の後ろでプードルを作ります。手元を見ません。さあこの状態でプードル出来上がったら、出来上がった瞬間最初の大きな拍手をお願いします。さあ今日は拍手が一番大きかった方に、なんと出来上がったバルーンアートはプレゼントさせていただきますので、みんな頑張ってください。で今日ねお子さんたくさん来ていただいてますが、同じぐらい大人もたくさんいます。今日はご自分のお子様お孫さんのためにも大人頑張って風船ゲットして帰ってください。さあそれでは今のうちにお父さんお母さんに頼んどいてよ。さあそれでは行きましょう。背中の後ろでプードル見事完成したら大きな拍手です。さあそれではまずプードルの顔から、首をつくって前足、お腹作って後ろ足、最後に尻尾。さあ皆様の最初の大きな拍手まで3、2、1、拍手は、あと上向いちゃってる。 ありがとうございます。じゃあねお姉ちゃんもうちょっと近くまで来てんだよ。ありがとう。近くで見ていいんだよ。さあ皆さんちょっと待って、人数の割にね拍手がちっちゃいです。ちっちゃいのでもう一作品拍手の練習お付き合いお願いします。さあ次は使う風船の数を増やします。こちら何色かわかるかな？そう、黄色い風船2本。さあこの黄色い風船2本とこちら何も入っていない袋、この2つを使ってバルーンアートの作品を完成させます。こちらも見事バルーンアート出来上がったら、皆さん風船の数2本に増えたので拍手、笑顔はさっきよりもちょっと2倍多めでお願いしますね。じゃあちょっと暗くてよく分かんないかもしれないけど、袋の中に何も入っていないことを確認しておいてください。あ、後ろの方で見えない方ね、今のうちに前の方来てくださいね。はいはい、入ってないね。大丈夫？よいしょ、いいかな。さあ袋の中、一番前のみんなが何も入っていないことを確認しました。さあそれでは袋の中に膨らんでいない風船入れました。さあそれでは皆様の拍手まで3、2、1。待って、風船できてから、出てきてからお願いしますね。3、2、1。拍手は今、ありがとう。さあ次
いですか。さあ皆さん把握して笑顔完璧です。さあこんな感じで今からいろんなバルーンアートを作っていきます。風船で何かが出来上がった時、その大きな拍手で応援をいただけると嬉しいです。さあそれではここからがバルーンショー本編スタートです。皆様最後までお楽しみください。それでは行きましょう。レイのバルーンショースタートです。千本桜夜に紛れ君の声も届かないよ。セイランの空遥か彼方、その光線中で撃ち抜いて、出来上がっていくかちょっと考えながら聞いていてください。
ました。まもなく完成です。さあ、出来上がった瞬間、大きな拍手お願いします。すいません、まだできてないから、まだできてないからね。さあ、それでは行きましょう。皆様の拍手まで。さあ、それではプレゼントタイム。あ、皆さんどうやったら風船もらえるか忘れてませんか？あ、じゃあね、実は覚えてます。去年も見てくれたお姉ちゃん、ありがとう。あ、1年で大きくなったね。ありがとうございます。じゃあちょっとこれ大きいのでね、マジかなお姉ちゃん、ありがとう。それでは続いての作品もお楽しみください。さあ、次使う風船は、そう、ハートの風船。雨が降りそうなので、ぴったりの作品だと思います。空飛ぶ羽と引き換えに、繋ぎ合う手を選んだ僕ら。それでも空に見せられて、夏は秋の背中を見て、その顔を思い浮かべる。憧れなのか恋なのか、叶わぬとしていながら、重力下で無理に尽くせん、年に一度の今日、太陽の四角に立ち、僕らこの星を出よう。彼が目を覚ました時、連れ戻せない場所へ、せーので、大地を蹴って、ここではない星へ行こう。じゃあね、
なんかこの辺どっからどこまでが友達とか兄弟とかあるのかな。あ、ほぼ兄弟ね。じゃあね、あの全員の分ないから2人で1つ仲良く乗って帰ってください。順番に遊んでね。ここはじゃあ確実に兄弟だね。五六さんごめんなさい、混んじゃった。じゃあここもね、二人で仲良く一つ持って帰ってください。ありがとう。あ、兄弟兄弟ね。アピールありがとう。じゃあね、虹と太陽どっちが好きですか。虹。二人揃って同じ意見でした。ありがとう。はい、ありがとう。じゃあ太陽、太陽出てほしいね。もうこの時間はお月さんかな。ありがとうございます。さあまだ風船残ってます。みんな頑張って。お兄ちゃん泣くな。まだ早いで、まだ早い、まだまだ見て、まだあるから。お兄ちゃんちょっと並べといて、まだ風船あるでって言うといて。お兄ちゃんまだまだあるって、まだあるって、まだあるから。あ、ピカチュウあげた。優しいね。優しい優しい、ありがとう。あ、まだ、ごめんなさい、2回目踏んだ、ごめん。兄ちゃん、まだあるって。泣き止んでくださいね。ありがとう。あ、ここも兄弟かな。兄弟ね。じゃあ1個しかないから、あのママ大事に持っといてください。よしよし、目が合っちゃった。あ、ご飯中でしたか。ありがとうございます。あ、これはピカチュウちゃうな。そうなんや。お姉さん、あんまりポケモン詳しくないね。どうぞ。早く取って、早く取って。ありがとう。あ、まだ1個あったわ。まだ1個あった。じゃあ放送局を並べてくれてありがとうございます。さあ皆さん、ここまでお付き合いいただきまして本当にありがとうございます。さあ今日は限られた時間の中でのパフォーマンス、次が最後の作品となってしまいました。最後の作品に入る前に自己紹介だけさせてください。そして今日初めて私のパフォーマンス見たという方、ぜひとも名前覚えて帰っていただけたら嬉しいです。私の名前、アルファベットで RAYRAY と書いてレイ、バルパフォーマーレイって言います。大阪、ここ大阪関西を拠点に日本全国いろんな場所でパフォーマンスやってます。また皆様ともどこかでお会いできると信じておりますので、ぜひとも名前覚えて帰ってください。さあそして今から皆様に披露する最後の作品なんですが、実は私2018年バルーンアートの全米大会、アメリカで行われた世界大会、そちらの方でなんとパフォーマンス部門優勝することができました。ありがとうございます。さあ今日はそのアメリカの大会で優勝した時の作品、皆様に見ていただこうと思ってこちらにご用意しております。さあ皆さん、最後これ見たいですか。え、ちょっと待って、今見たいって言ってくれたのがあのこっちの方の3人ぐらいだけでした。私の声が届いている皆様、最後ちょっとみんなの声を合わせた状態でいきたいので、もう一回だけ聞いていいですか。ご協力よろしくお願いします。皆さん、最後の作品見たいですか。見たい。ありがとうございます。あ、ありがとう。
さあそれではね、ラスト5分間の演目です。これが終わったら私のパフォーマンスはおしまいになります。で最後にですね、私このショーが終わった後、今日はこちら場所をお借りして大道芸という形でパフォーマンスをさせていただきました。ショーが全て終わった後、私帽子を取ってこんな風にして前で立っております。でその帽子の中に私のパフォーマンスに対する皆様の評価、何でも構いません。お気持ちに変えてこの帽子の中へ入れていただけるととっても嬉しいです。強制ではございません。できる方よろしくお願いいたします。さあそれではラスト5分間、 あと5分で終わるんで、よかったらね最後だけでも正面で近くで見ていただきたいので、今日は前にこのキラキラしたロープ、光っているロープ、こちらを引いております。そちらが一番前となっておりますので、最後だけでもできましたら近くで見ていただけるととっても嬉しい。ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。あ、後ろからも集まっていただいてありがとうございます。さあそれではラスト5分間、皆様最後までお楽しみください。準備に入ります。
バルーンショー最後までお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。ありがとうね、大きかったね。さあ最後に一つだけ皆様に大切な大切なことをお伝えいたします。子どもたちも耳だけこちらに傾けて聞いていてくれたら嬉しいです。今日私がパフォーマンスで作ったこれらの作品すべて風船で作ってあります。ちっちゃいプードルもこの大きな鳳凰も全部ただの風船です。ですのでいつかはしぼみます。しぼんで割れて壊れてこの世からなくなってしまう、そんなちょっと儚いものです。ですので今日は運よく風船もらえた人ももらえなかった人も二度と来ないこの今の瞬間心に入れて持って帰っていただければ一番嬉しいです。皆様の貴重なお時間本当にありがとうございました。バルパフォーマーレイでした。またお会いしましょう。ありがとうございます。さあそれでは先ほども言っておりました私帽子を真ん中で持って皆様からのお気持ちを待っております。